俳優の新田真剣佑さんの父親は2021年8月に亡くなったことが明らかになった同じく俳優の千葉真一さんです。一時期は不仲説も流れていたようですが、それは本当だったのでしょうか。今回は真剣佑さんの家族の中でも特に父親とのエピソードをご紹介していきます。父親への本音。真剣佑さんは父親が国際的アクションスターの千葉真一さんで、弟の前田郷敦さんも俳優をやっている、まさに芸能一家の家族を持っています。その中で千葉真一さんは、2021年8月19日に2020年頃から世界的に流行しているウイルスによる肺炎のため、82歳でこの世を去りました。告別式などは限られた人のみで行われたそうです。真剣佑さんは、俳優活動でアメリカにいたため、駆けつけることができませんでした。告別式には、千葉真一さんの元奥様と弟の前田郷敦さんが出席しました。仕方がないことではありますが、真剣佑さんは父親の最後を看取ることができなかったのです。そんな中で真剣佑さんは、8月20日に自身のインスタグラムを更新し、亡くなった父親への本音を綴っていました。子供の頃の千葉真一さんと一緒に写っている写真とともに、英語で、私がどこにいても、あなたはいつも私の心の中にいます。お父さん、本当に愛してる、という文章を投稿しました。親子の確執があったとしても、それは本人たちにしかわかりません。実際のところ、真剣佑さんと千葉真一さんの間に何かあったのかはわかりませんが、おそらくこの文章が真剣佑さんの父親への本音なのでしょう。英語で書いたところも、長く海外で活動していた千葉真一さんへの気持ちの表れなのだと思います。最後を見とれなかったのは心残りかもしれませんが、いつも私の心の中にいるという一文からは、父親への愛を感じました。父は化け物。2017年頃の話ですが、真剣佑さんは千葉真一さんのことを、父は化け物と表現しています。この時、千葉真一さんは78歳。真剣佑さんは21歳でした。年齢だけを見ると、真剣佑さんは千葉真一さんにとって、遅くにできた子供だということがわかりますね。千葉真一さんはもともと、女優の故麦わら洋子さんと結婚、離婚しており、1996年に28歳下の一般女性と再婚。真剣佑さんと前田郷敦さんの母親は、千葉真一さんの2番目の奥様である一般女性の方なのです。祖父と孫という関係でも不思議ではない年齢ですね。そんな年の離れたお父さんのことを真剣佑さんは化け物と言っていました。千葉真一さんは自転車でトレーニングをしている時に転んでしまったことがありました。しかし大怪我をすることはなく、本人から自転車でのトレーニング中にすっ転んだけどちゃんと受け身が取れたと言われたそうです。78歳という年齢を考えれば、そもそも自転車でトレーニングをしているだけでもすごいです。一般的な78歳だったら転んだだけでも大変なことになりかねません。それをほぼ無傷であり、しかも受け身まで取れたというのは、確かに化け物と言いたくなる気持ちもわかりますね。また真剣佑さんは父のように英語を生かした芝居がしたいとも言っていたことがありました。その気持ちがあったからこそ、今真剣佑さんはアメリカを拠点に活動しているのかもしれません。息子には本物を。真剣佑さんは生まれた時からロサンゼルスで生活していて、2012年16歳の時に帰国するまで暮らしていました。千葉真一さんはハリウッドで活躍するアクションスターだったので、自宅にもよくアクションの教え子が来ていたそうです。千葉真一さんも息子たちには本物のアクションや肉体表現を見せたいと思っていたのでしょう。そういう環境で育った真剣佑さんと前田郷敦さんですから、俳優としても大成しているのかもしれませんね。また千葉真一さんは若い頃、野際陽子さんと結婚生活をしている頃は自分の夢ばかりを追い続けていて、家庭は顧みない生活をしていたのだとか。そのせいで野際陽子さんと離婚したとも言われています。だからなのかはわかりませんが、千葉真一さんは真剣佑さんと前田郷敦さんには精一杯の愛情を注いでいたようです。アクションの教え子を自宅に呼んで本物を見せていたのも、千葉真一さんなりの子供への愛情だったのかもしれません。他にも、真剣佑さんとゲームセンターに行った時、なかなか景品が取れずにいた千葉真一さん。
子供の喜ぶ顔が見たくて、なんと1万円もつぎ込んだのだとか。千葉真一さんのちょっと不器用でありながらもほっこりする父親エピソードですね。父との不仲説。真剣佑さんは父親との不仲説がささやかれていたことがありました。いくつかそれを裏付けるエピソードもあるようですが、どれも確信といえる根拠はありません。真剣佑さんはもともと真剣佑という名前で活動していましたが、後に新田真剣佑と改名しています。改名の理由はちはやふるで演じた役名から取ったということですが、この時父親である千葉真一さんには相談がなかったそうです。千葉真一さん曰く、勝手に改名してた、前田でいいのにと語っていたそうです。また2019年に行われた千葉真一さんの芸能生活60周年パーティーには真剣佑さんも前田郷敦さんも参加することが決まっており、千葉ファミリーが揃うとして前々から話題になっていました。3人での会見も行われる予定だったようですが、パーティー開始前の会見に現れたのは千葉真一さんのみ。このことについて千葉真一さんは、真剣佑はドラマの撮影があって最初からはいけない、ごめんと連絡があった、郷敦はメイクとヘアセットに時間がかかってるだけと言っていました。しかし真剣佑さんがパーティーに現れたのが終盤になってからだったことなどから不仲説が流れてしまったようです。もちろん真実は誰にも分かりませんが、真剣佑さんの亡くなった千葉真一さんに対するインスタのメッセージから考えると、あくまでも噂なのだと思います。最初にご紹介したように、千葉真一さんの長男だった新田真剣佑さんは父親の最後を看取ることができませんでした。自由奔放に生きてきた千葉真一さんですが、子供たちへの愛情は確かに伝わっていたようです。一時期は不仲説も流れていましたが、決してそんなことはないのでしょう。千葉真一さんのご冥福をお祈りするとともに、新田真剣佑さんの今後の活躍を期待しています。